こんばんは、ファンクでーす。昨日ね、プラタンでね、コンビーフピラフを食べた後、メーリーへ向かってみました。続けざまに食べるとすごいじゃん。あ、これなんか、ラッキーかなと思ったのね。映像的にね。したらね、なんか予約客入っててね、続けざまに食べれなかったのね。で、1時間ね、待ちで、すごい映像撮れなかった。うん、一旦ね、現場へ戻って着替えて、で、また1時間後訪れました。そしてね、念願の肉ソース焼きそば大盛りとの対面です。大盛りはね、プラス200円。元がね、840円だから1040円。重さはね、1.23 キロあるんだって。とにかくね、肉多いな。味はね、薄口のね、酸っぱいソースがかかってるのね。なんかこれすごい美味しい。でもなんか不思議な感じ。このね、酸っぱさはね、なんて例えたらいいんだろう。出しっぱなしにした麦茶とでも言おうかね。そんなね、なんか嫌な酸っぱさなのに、なんか異様に美味しいのよね。なんか不思議なね、焼きそば。そういえばね、前にね、茨城の方でね、食べた焼きそばも変わってたよ。焼きそばのね、麺がね、ストレートだったのよ。でね、ソースがかかってないのね。ラーメンっぽいタレがかかったの。これ、焼きそば、なんですかって聞いたらね、いや、まあ、ラーメンだけど、なんかこういう形でさ、焼きそばって名前で言ったら売れるんじゃないって、おじさんが言ってた。え、それってちょっと詐欺ってなんですかっていう話があったんだけど、あのね、焼きそばと同じぐらいね、とってもね、変わった焼きそば。1時間は空いちゃったけど、まあね、立て続けっていうことで、思った以上にね、時間かかっちゃった。でもね、とても美味しくて楽しい食事ができました。バンクよー。今日はね、トークの前にまずはこちらをご覧ください。話してるとね、喉乾いちゃうからジュースをね、用意したんだけど、そのまま飲んでも刺激的じゃないじゃない。だからね、ジュース合体をいたします。毎回ね、いろんな中のね、飲み物とか食べ物を合体させてね、めちゃくちゃこれうまいぞっていうのをね、毎回一品ぐらいは作って紹介していきたいなと思ってるのよ。まあね、大概失敗すると思うんだけど、とりあえずね、試験的に始めるんで、冷ややかな目で見ててください。これは、これはうまい。カルピスソーダってさ、なんか飲み終わった後、口の中になんか残るじゃん。あれがね、一切なくなったね、上品なカルピスソーダって味。まあね、まあなんとなく分かってたんだけどね、でもね、やっぱり美味しい。それで早速相談のコーナー行きたいと思います。相談です。バレンタインに彼氏にケーキを作ったのですが、うまくいかなくて落ち込んでます。どうしたらいいでしょうか。うまくいかなかったとしても、やっぱりね、気持ちだからね、作ってあげたっていうあなたのね、その優しい気持ちでね、もう十分だと思う。うん、彼氏も分かってくれると思うよ。ただね、渡すときにね、こう言わないとダメよ。
せっかく何度も何度もやったんでしょ。なんでもっと慰めてくれないのよ。わかってるの？あなたのために頑張ったのよ。でも全然ダメだったの。これぐらいやらないとダメ。そうすれば彼氏は、かわいいってなるから。間違ってもね、最悪なのは、田村敦のあの嫁みたいに、どっかから買ってきて、私の手作りって。あれもう終わってるよね。この間ね、葛飾の柴畑にある山本邸ってとこに行ってきたのね。この邸宅はね、カメラ部品メーカーのね、合資会社山本工場を作ったね、山本栄之助って人のね、元邸宅だったんだよ。おたまじゃくし、今日も。もうね、これやばいよ、時期的に。ここのね、邸宅とかね、あと庭園はね、大正からね、昭和初期の時代のね、建築学をね、随所にね、採用したね、和洋折衷の建物なのよ。ここはね、すごいレトロでね、すごいおしゃれ。中はね、カフェみたいなところもあるから、もしよかったらね、羽を伸ばしに訪れてみるのもいいかもしれないですよ。それでは本日最後の相談です。相談です。数年前に残業200時間、数年間続けてたらうつ病になって仕事を辞めました。今は職種を変えて契約社員で安月給。でも人生バラ色で楽しいです。このままでいいのかな。仕事より人生楽しく生きたい。世間的にはね、やっぱり社員の方が安定してるじゃない。だから社員になった方がいいっていう声が多いと思うけど、パンク的にはね、その生き方でいいと思う。パンクもね、前の会社でね、給料めちゃくちゃ良かったのよ。普通のサラリーマンの 1.5 倍か2倍ぐらいはもらってたんだけど、勤務が過酷でね、あと上司がさ、みんなさ、ドキュンでね、それでね、ここにいちゃダメだってね、思うようになってね、で、辞めることになったんだけど、今のところはね、前の半分ぐらい。でもね、みんな優しい。性に合ってんだよね。みんなね、ファンクのこと好きでいてくれるのよ。全然さ、なんか会社さ、顔出さないで、現場ばっか行ってると、寂しいからちょっとたまには会社帰ってこいよっていうぐらい、もうね、ゆるい会社だけど、もっと早くこの会社に来ればよかったなって思うことがあるんだけど、でもね、今までなんか辛い経験があったからこそ、今の会社をさ、我慢できるっていう自分がいると思うのよね。だからね、前の辛かった経験はね、決して無駄にはならなかったと思うよ。そう考えるとさ、前の辛かった会社のさ、もう嫌だったところとかさ、もうファンクほとんど残ってないもん。もう T さんなんかさ、もう、毎回毎回自分の、なんか女との約束でなんか勝手に早く帰っちゃってさ、全部さ、ファンクに落ち着けて、サービス残業しまくらされたこととかさ、もう全然覚えてない。N さんなんかさ、お小遣い少ししかもらえてないから、前からパンクからさ、タバコをさ、たかってたなんて、もう全然忘れてるよ、もうパンク。月に1万分もたかってたなんて、もう全然覚えてない。E さんなんかも、パンクの有給一切取らさせないでさ、そのさ、事業所のさ、成績を上げてさ、会社に表彰されてさ、それで金一分もらってさ、有給使ってさ、旅行行ってんだよ。いや、でも全然覚えてないっすよ、もう。この時ほどね、ザラキっていうね、呪文をね、覚えたいと思った時はなかった。
僕ね、思うんだけど、こういうさ、現状ってさ、社会に溢れてるじゃん。そういうのをさ、改善すればさ、若い子とかみんなさ、一生懸命働くと思うよね。だってそれに見合ったさ、対価を支払ってもらえればさ、なんかもう、なんていうの、バリバリさ、俺もやるって思うでしょ。あと、なんか好きな人もできてさ、子供とかもんでさ、少子化にもさ、歯止めは効くとは思うんだけど、そういうのやんないでさ、また外国人いっぱい、なんか労働者をさ、いっぱい入れようとしてさ、そりゃ中野区勤務のね、うちのね、21歳の男の子もね、ドクター中松に託すって言っちゃうよ。まあ、相談者さんとファンクも同じ状況ですけど、未来より今よ。今輝いてればいいのさ。それで行きましょうよ。ちなみにね、ファンクの会社のね、上司で、ファンクの年下のね、男の人がいるのね。かなり若いんだけど、その人なんかね、もうすごい輝いてる。20代なのにね、もうね、前髪ね、剥げ散らかしてるのよ。彼はほんと輝いてる。会社の人も見てるんで、もうこういう話はここまでで。それじゃあまたね、バイビーバイビー。一人でなんか悩み事を抱えてない？頭でっかちになってるんなら、東京市営クラブへ相談してみたら？